DJ オーガスティンことダリル・ジェラード・オーガスティン・ジュニアはアメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身出身のバスケットボール選手 NBA のヒューストンロケッツに所属しているポジションはポイントガードニューオーリンズで生まれ育ち高校は地元のブラザー・マーティン高校に進学したが2005年のハリケーン・カトリーナによる被害で 水り市への移住を余儀なくされたため、最終学年は水り市のハイタワー高校で過ごした。卒業時には、ブラザーマーティン高校から卒業証書を受け取るとともに、トヨタセンターで行われたハイタワー高校の卒業式にも出席した。ブラザーマーティン高を二度集のタイトルに導いたオーガスティンは、ハイタワー校では、正確なパスとシュートで活躍。 同校でのデビュー戦では会場を埋め尽くした観客と、テレビカメラの前で29得点8リバウンド14、アシストを記録し、83から59で解消した。このシーズン、ハイタワー高校は26勝4敗の成績を残し、オーガスティンは地区の MVP を獲得、その他マクドナルド選出のオールアメリカン、パレード市選出のホースチーム、 ヒューストンクロニクルの年間最優秀選手、ヒューストンのファーストチーム、州のファーストチームなどに選ばれた。マクドナルドの高校オールスターゲームでは後に、大学のチームメイトとなるケビン・デュラントラとプレーした。高校卒業後は、テキサス大学に進学。オーガスティンは、デュラントと共に1年目から先発に抜擢され、35試合に出場し、 14.4得点6.7アシスト、3P シュート成功率44.1%の成績を記録。カンファレンスのセカンドチームと AP 通信、高知協会選出のカンファレンスルーキーファーストチームに選ばれた。1年目のシーズン終了後にデュラントは NBA ドラフトにアーリーエントリーした。オーガスティンも一緒にエントリーすれば、指名は確実されていたが、彼は、 テキサス大学に泊まることを選んだ。2年目のシーズンは19.2得点5.9アシストを記録し、オールアメリカンのファーストチームに選出され、ネイスミス賞、ボブクージー賞の拡張レースでは最終候補にまで残った。学業でも優秀だったオーガスティンは2年生時には 4.0GPA をもらい、同行バスケットボールチームからは史上2人目となる。 アカデミックオールアメリカのファーストチームに選ばれている。テキサス大学では2シーズンの見過ごし、2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。シャーロット・ボブキャッツから全体9位指名を受けて NBA 入り。1年目はレーモンド・フェルトンの控えとしてプレイし、11.8得点3.5アシスト、リーグ6位となるフリースロー成功率89.3%を記録し、 オールルーキーセカンドチームに選ばれた。2012年7月13日、インディアナペーサーズに移籍した。2013年7月22日、トロントラプターズに移籍した。2013年12月13日、シカゴブルズと契約した。2014年7月15日、デトロイトピストンズと契約した。2015年2月19日、オクラホマシティサンダーに移籍した。 2016年2月19日、デンバーナゲッツに移籍。2016年7月1日、オーランドマジックと4年2900万ドルで契約した。2018から19シーズンは81試合に先発出場し、チームとして7年ぶりのプレーオフ進出に貢献した。2019から20シーズンは、マーケルフルツに先発を奪われることが多かった。安定感と、 大胆さを兼ね備えた真の司令塔。ボールハンドリングに優れ、アウトサイドシュートも正確であり、パスも履けるなど、ポイントガードとしての資質は非常に高い。ただし上背はなく、サイズの面で苦戦する可能性がある。現役選手では、ジャミー・アネルソンに例えられる。プレドラフトキャンプ時の身体データスプリントは、コート3、4層。ベンチプレスは、 約 84kg。ありがとうございます。